テレポビズ。We oppose any unilateral attempt to change the status quo by force. It is critical we continue to demonstrate to the world the unity and close cooperation of our four navies. 日本の海上自衛隊とアメリカ、インド、オーストラリアの海軍が参加する共同訓練マラバール2022が11月8日から始まりました。中国による海洋進出への牽制や緊迫化する台湾情勢などを念頭に、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた4カ国の連携強化を目的としています。海上自衛隊のヘリコプターが降り立ったのはアメリカの原子力空母ロナルド・レーガン。ヘリコプターが他の艦艇に発着するクロスデッキと呼ばれる訓練です。クロスデッキを行うことで、自国の艦艇が損傷を受けた際の他国の艦艇への着艦や燃料などの洋上補給が可能となります。こちらはオーストラリア軍。日本の護衛艦ヒューガに着艦した後、海上自衛隊員のもとに近寄っていくと、ワッペンを交換し始めました。今回の訓練でオーストラリア軍がヒューガに着艦するのはこのタイミングしかなかったため、ヒューガに来た記念として交換したといいます。これ交換ってよくやるんですか？初めてです。初めてなんですか？じゃあ初めてです。他国との訓練経験が少なく、このような交流をしたことがない隊員もいます。参加した14隻の艦艇では、クロスデッキの他にも潜水艦や空からの攻撃に対処する訓練などが15日まで1週間にわたって行われました。今回の訓練に参加した日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国はクワッドと呼ばれる枠組みで、安全保障など様々な分野の連携強化を進めています。日米印豪の連携の強化および総合運用性の向上を図ることができました。日米印豪の4カ国の枠組みは、インド太平洋地域における防衛安全保障分野の収穫になるものと認識しており、4カ国の連携は自由で開かれたインド太平洋を実現する上で重要な役割を担うものと認識しています。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。